ルームナンバー9をプレイしてくださった皆様、こんばんは。小林大地役の天然斎です。ってお前誰だよって声がね、画面の向こうから聞こえてきそうなんですけど、なのでちょっと普通にやります。改めまして、小林大地役の天然斎です。このフリートークを聞いてるということはフルコンプリートをしたということですね。おめでとうございます。いやー、フルコンプリート頑張りましたね。皆さんどうでしたか？どのエンディングがお気に入りでしたか？あのエンディングですか？そのエンディングですか？ね、いろんなエンディングございましたけど、まあいろんなね、あのエンディングございました。ね、全部見てくださったということなんですが、僕としてはやっぱりフルコンプリートしてもまだまだ何度も何度も遊んでいただきたいわけですよ。なのでちょっとね、せっかくフルコンプリートしたからもうこれしまっちゃおうかなとか思ってるそこのあなた、まだまだ楽しめる余地はありますよ。今からですね、私天然斎がですね、この収録の裏話をちょっとだけお話ししたいと思いますので、それを聞いた後にプレイしてみたら、あ、天然斎さんが言っていたのってこの場面かしらみたいなことがあったりなかったりっていう感じなので、ちょっとねないでしょうけど、まあちょっと聞いてお付き合いください。まずですね、まあ、まずも何もあれなんですけども、このルームナンバー9の収録っていうのは結構な長時間にわたってやってたんですね。なのでおのずと休憩時間みたいのをいただけるわけですよ。で、例えばスタッフさんが、あ、じゃあ天然斎さんここのシーンまで行ったら、じゃあ次休憩取りましょうみたいな感じで休憩時間を何分かいただけるんですけど、その間に、まあ、お菓子を食べたりとか、お話をしたりとか、飲み物飲んだりとか、お手洗い行ったりとか、まあいろいろとね、あ、お前ちょっと喉休めろって感じなんですけど、いろいろと時間を、使えるわけですよ。で、そのどの休憩時間だったかな、そのね、ある濡れ場のシーンがあるんですけど、その前の休憩時間で僕ちょっとトイレ行ってきて、でじゃあ行きましょうかって言われて、じゃあやりましょうっつって、でいよいよ行くよと、セイジタン、はあはあと思いながら、セイジタン可愛いなと思いながら一生懸命ね、あ、セイジタンって言いながらやってたわけですよ。で、はい、オッケーですって言われて、あ、セイジタン可愛かったわと思いながら、パッとねこう目線をね下にこう下ろしたらですね、天然斎さんね、社会のお窓が全開でございました。で OK もらったんで、そのまま乗ってますから、その音がですからね、耳のいいそこのあなたね、あれと、この場面の天然斎さんじゃないや、大地くんたら何かすげえ開放感半端ねえんだけどみたいな、すげえ開けっぴろげにしてんだけどみたいなね感じで、分かるかって感じですけど、分かった方はですね、アンケートはがきであったりとかね、あのメールであったりとか、はたまたお手紙であったりとか、それをですねメーカーさんに送ってください。もう困惑するだけですけど、メーカーさんはね。まあね、そんな話は、そんなくだらない話でございましたけど、でもね、やっぱり繰り返しプレイしていただきたいのは本音なんですよ。でね、いろんなね、あ、ここの場面こんなこと言ってんだとか、クリアしてからとか全部終わってから分かることもあると思うので、ぜひぜひ何度も何十回も何百回もプレイしてみてください。そして今後ともね、こういう作品はやっぱり皆さんの応援あってこそなので、今後とも、パレードさん、そしてルームナンバー9の応援をどうぞよろしくお願いいたします。もしかしたらね、その応援次第によっては大地くんとか聖司くんにまた会えるかもしれませんからね。なので皆さん、どん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 盛り上げていきましょう。ではでは、くだらない話もしましたが、皆さんとまたお会いできるのを楽しみにしております。以上、お相手は小林大地役の天然斎でございました。それでは皆さん、また来週、来週じゃねえよそれではまたいつか、さよなら。はい、どうも、ルームナンバー9プレイありがとうございます。そして全ルートクリアおめでとうございます。私今回安住政治役を演じさせていただきました、イラクサネトルと申します。どうもありがとうございました。本当にすごいですね、よくこれをクリアできました。大したもんです私はですね、今ブースというミストの中にいましてですね、これが終わるとようやっと、100ポイント貯まって外に出られるという寸法でございますので、しばらくの間ではございますが、私のお話を聞いてください。よろしくお願いいたします。ですね、早速ですが感想なんですけれども、いやー、これほど大変なものだとは思ってもみなくって、本当に
すごい汗だくになって演じさせていただきまして、はい、そもそもあの BL 自体が私初めてでございまして、普通の絡みではなくもういろんなプレーがありまして、いろんな初めてを私この作品で奪われてしまいました。はい、もうだいぶ大人の階段を上らせていただいたと思っております。そうですね、だから何でしょう、イーラマチオっていう言葉も私ずっとイマラチオだと思ってましたし、なんかね、男の人のあるそこに取り付けるあの道具とかも全然知らなかったので、いやー世の中広いなーというふうに今回すごい勉強になりました。そうですね、初めてだったので、フェラーとかイラマチオとかのやり方がいまいちよくわからなくて、どうにかうまくやろうと思って練習してたんですけども、なかなかうまくいかなくて、どうしようかな、本物をね入れるわけにもいきませんので、こうなったら黄色い果物か、もしくはちょっと細長いお肉とかっていうふうに考えてたんですけれども、今回一番よく当てはまったのが6本入りぐらいのアイスのアイスキャンディーがあるんですけれども、それがちょうどなんか大きさ的にちょうどよくって、それをずっと口の中で動かしてやって練習して今回のそれにつながっておりますので、本当に想像しないで、はい、素直に聞いていただければと思っております。そうですね、今回この2人、まあ、謎の組織に連れ去られてしまったわけですけれども、まあ、結末として、まあ、親友ルートがあったりとかいろいろルートあったわけですけども、果たしてどのルートが一番幸せだったのかなというふうには考えてて、まあね、いろいろ常時全部やった後に、まあ、また友達に戻るのか、それともなんか両軸ルートみたいなそういう感じのルートになっていくのかっていうので、まあ、体はなんとなく、まあ、親友ルートの方が救われてるのかなとも思うんですけれども、何も考えずに全てを放り投げてというか、そういう感情に持っていったのは両軸の方なのかなと思って、結局親友ルートでもなんか後を引いたりもするわけじゃないですか。そうなった時にこれはどっちが幸せなんだろうなっていうのは本当に考えて、まあ普通に考えれば親友ルートでね行くのが一番いいと思うんですけれども、人の幸せというふうに考えた時にどっちが幸せなのかなというふうには感じましたね。皆様はどう感じたのでしょうか。いやーね、自殺じゃないや、ね、殺してしまうルートとかいうかは、もちろん生きていた方が幸せなんだろうなとは思いますけれどもね、楽しんでいただけましたでしょうか。そろそろ終わりのお時間が近づいてまいりました。皆様もですね、きっとこういう組織ってあると思うんですよね。なので皆様もお気をつけてお過ごしくださいませ。以上、イラクサデトレでございました。